関西重州書家府は、関西年間に江戸幕府が編集した大名や旗本の家府集である。1530巻、文化9年10月に完成した。関西府、諸家府と略称される。徳川家光の代に編纂された関英書家系図伝の俗集にあたり、先行する半関部俗編の編纂事業を引き継ぐ面もあった。完成年間に惑星においては、老中 松平定信の主導する完成の改革が実施され、内政上の問題や対外的緊張から、幕政の刷新を図っており、幕府初期の精神に立ち戻るため文教振興が行われていた。このような文教振興を受けて、1799年に堀田正厚を責任者として、完成重修書家府の編纂が開始された。当初、 関営諸家系図伝の続納めの予定であったが、それでは不十分ということが分かり、1803年からは方針が重修に改められ、1812年に完成した。この完成重修諸家府編さに用いられた資料として、不調余力、諸家系府がある。徳川氏創業史であった仏徳大正期編さのための資料として、 家康から家光までの間の家電や系譜などの記録群を諸大名、幕臣、庶民等から提出させた状況書状があり、これを完成重修書家府編纂の資料とするため、1799年に堀田正厚が責任者となって、状況書状は一書に書き写されて、不調余録と名付けられた。1643年に完成した官営書家系図伝とともに、この 不調余力が重修のために用いられた。また、大名の家伝である、半官府に続く、半官府続編を編纂するため、1789年に、初大名に対して、1791年時点で、万国以下おまみ以上の幕臣は、官営書家経図伝以降の家府を提出するように、命じた。1799年には再度、 完成重修書家父返算のため未提出者には提出をまたすでに提出している者には七百九十八年までの追加分の提出を求めた。七百八十九年以降に提出されたこれらの家父は諸家刑父としてまとめられた。このように完成重修書家父は官営以降については大名、旗本から提出された家父からなる諸家刑父を主な資料として それ以前については、官営書か経図伝、不調余力などが参照されて編纂された。全体では1530巻あり、うち、目録、序条例の10巻が含まれる。定裁は、新先生史録を手本として、公別、神別の配列順序とし、初代名、旗本以下の将軍家をめみえ以上の書士と、医師、同胞、茶人とを合わせて1114史。 2132夜に、上り、関営諸家経図伝を大きく上回る規模となった。ただし、徳川将軍家と、その御連氏や一門は除外されている。また、東海地方出身者と幕臣の系府に偏る、傾向があり、地方豪族の関係については、経図が備わらない難点がある。内容においては、母子、生誕、養子、初目見え、剣服、死後。 婚姻、家に除釈、半継ぎ、修法、領地、秩録、入部、職将、従軍歴、区役、恩賞、在家、遺問、親権、加減、善行、知事、即挙、教練、法名、装置、歳出等の多岐の項目につき官名に記す。ただし、旗本以下については大名に比して項目がかなり省略されている場合がある。なお、 記述中における女性の名前はすべて女子とのみ記されているため、女性の名前や生物年を調査する場合は他の資料との比較が必要とされる。関政府は江戸時代における大名、旗本の履歴や家族構成を調べる上での基本資料として重要であるものの、すべてが正確に実態を記しているわけではない。例えば、幕府に出生を届けられなかった子女は、 記載されていなかったり、藩主や旗本一族だが陪身に転属したものについては記載しないか、簡略記載するかに止めている。また、当主の出生年は、基礎資料である帝府において幕府への届け出の年次が記されているが、もともと幕府への届け出の年次は、末期王子の規定定職による相続時における原稿などの処罰を避けるために、 実際の出生年とずらして提出していることも少なくなく、この定府に基づいた関政府の記述と実際の出生年とが異なる場合も多い。関営所家系図伝では記録を提出した絵によって兄弟姉妹の配列順が不統一であるが、関西重修所家府においては兄弟姉妹を徴用の順に並べ直す方針が取られた。しかし、 関営書家系図伝の編纂時から歳月を経ていることもあり、完全には修正されていない。また、日本大学教授の北原昭夫の解説によれば、江戸幕府の当初の計画では、完成の系譜編纂は、関営書家系図伝の書き継ぎを目的としていたが、新たに書家から提府を募ると、関営の提府とは過の部分や記述に疑義が生じ、単なる書き継ぎに収まらず、 元の官営府自体に、公閲の筆を入れざるを得なくなったものとする。署名はこのことによって、重修の語が付けられている。吉川博文館の国史大辞典では、山本武雄による官政重修書家府解説において、その評価を次のように述べている。この系譜は、近世最大の系譜であり、大名と幕臣の経歴は詳細であって、徳川三木と共に、 重要な研究資料である。文章は平易感銘である。また偏者は、初夏の定府をよく吟味し、疑問のある場合は、一応そのままに再録してあるが、その旨を記して慎重な態度を示している。ただし、出典はいちいち明記していない。また、経府研究家の豊田武氏はその著、日本史小百科、家計において、次のように表している。 関西重修書家府の傾聴期以前に関する記述は、幕臣、木村高厚著の武徳編年修正に頼っているが、この書が徳川家康の一大記であるところから、信用度は、書家の定府に忠実な関英書家系図伝に比して問題点があるとする。しかし、1603年の江戸幕府成立以後の記述については正確であるとする。関西府の編者は、 事実の検討には注力しており、特に官営の帝府とその後の各家の帝府とを比較し、それらの諸説の移動をも掲げている点では評価される。他に、官製重修書家府の編纂姿勢についての論文を書いた平野一しなりは、官製重修書家府を近世史研究者にとって必須の資料とした上で、幕府や書家同士の記録で相互に矛盾がないか、 確認作業を極力行っている。こうした姿勢は、官営所家系図でにや状況所上には見られず、官製重修所家父の特徴として良い。官製重修所家父の記述は誤りが多いとは言えないが、資料の収集や除述の段階で幕府によって選択がなされ、過去を偏りなく、ありのままに描いているとは言えない。特に徳川将軍家に対し合戦などで忠誠を、 尽くした先祖の姿を詳細に記述することで、武家の頂点に君臨する徳川家と神明を落として、それに仕える家々という両者にとって好ましい、関係を再認識させる目的があったとみられる。完成時、幕府への建造本は、紅葉山文庫に収蔵されている。また、完成時に副本が二部作成され、一部が、 紅用山文庫に一部が日光島将宮に収められた。紅用山文庫の副本は明治初年の火災により1、3程度が残っている。このほか多くの写本が制作されており、写本全冊を所蔵する機関としては国立国会図書館聖火堂文庫がある。1917年の時点で徳川里高が天保年間の写本を 徳川徹るがまた別の写本を有していたという。岩崎矢之助が内閣文庫所蔵本をもとに写本を作らせており、これが聖火堂文庫所蔵のものである。完成重修書家府の最初の活字本は、1917年から1918年にかけて、英進社出版部より刊行され、1922年から1923年にかけて、動詞型で、 国民図書株式会社から刊行されて普及した。この大正期の活字本は、聖華堂文庫肖像の新写本を定本としたとされ、誤字、脱漏や定本の用字に忠実でないところも多いとされる。この大正期の漢本の復刊として、1964年から1967年に、俗文書類従管制会が新帝管制重所書家婦を刊行している。 復刊に際しては、内閣文庫所像の幕府検定本を元として、全館工程が行われている。外本を利用するには、完成重所書家不順次または、完成住書家不作品で大難関に、何の記述があるかをあらかじめ調べると便利である。写本活字本国立国会図書館、デジタルコレクションでは、国民図書版を閲覧可能である。ありがとうございます。